はい、こんにちは。あ、ここやばいかもね。もう入った瞬間わかる。入った瞬間わかる。入った瞬間わかるよね。ちょっと私、スイッチ入っちゃうかも。ふしゃあ、写真、カメラ貸して。テキ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 。やっほーどんな気持ち？島根の海楽しまね楽しまね。ちょっとだけ写真撮って終わったらもう行かないと。いつも時間を過ぎる私たち。え、海きれい。あ、これ100円入れないと見えない。あー、100円入れて。なんか海をバックにいい可愛い写真撮って。いいよ。待って、あここがいい。あー、そうだ、ふしゃー、写真カメラ貸して。テキ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 。ふしゃのポーズして。めちゃぶりよ。あ、いい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 ね。ということで、出西窯っていう場所に来たんだよね。ゆうこお皿好きじゃん。お皿好きなのよ。なんかなんとか焼きとか、ロバタ焼きは美味しいご飯になりました。はい、こんにちは。あ、ここやばいかもね。もう入った瞬間わかる。入った瞬間わかる。入った瞬間わかるよね。ちょっと私、スイッチ入っちゃうかも。わー、素敵ですね。うん、こういうのだったら何をさ入れたりする？なんかうどんとかかな。おしゃれだね。あのさ、大きい器にちょっとだけ持ってるとか好き。これでもさ、サラダとかこれに入れても美味しい。この青が綺麗だね。綺麗。このお皿欲しい。でもちょっと大きすぎるかな、ボール。でもせっかくここの出雲まで来たし、なんか欲しいよね。今日は何？じゃあどういうお皿を探す？どうしよう。でもさ、こうやって見てるとさ、いろいろ浮かぶよね。これすごい素敵じゃない？うん。このすり鉢可愛くない？うん。家でごまする時用にどう？欲しいかも。このすり鉢欲しいかも。ねえ、これも可愛い。あ、可愛い。あ、そうそう。うちにあるのはやっぱりこういう。うん。私がもうすでに持ってるのは白いお皿が多いんだ。私結構さ、誕生日プレゼントをさ、食器あげること多いんだよね。うんうん、そうね。あ、ねえ、かわいい。うん、これかわいい。緑と茶色と、うん、ねえねえ、これもあるわ、ね、あ、あるある。ゆうこの好きなシリーズ。この好きな柄シリーズ。最近さ、鶏ガラを取るのにハマってて。うん、この間作ってたね。そう、その鶏ガラスープをさ、うん、使ってラーメン作るの好きなのよ。お、美味しそう。ラーメン一杯ちょうどいいかも。今度鶏ガラスープ作ったら呼んで食べに行くね。あ、オッケーオッケー。どうしよう、何買おう。吟味中。どうしようかな。うん、悩んでおりますね。やっぱね、お皿はね、うん、悩むのよ。長く使いたいしさ。わかる。だから簡単に連れて帰れないの。どうしようかな。でもこれでもこの深いのでスープもいいと思うよ。うん、決定？決定したら教えて。私これにしようかなと思うよ。どれですか？見して。その私はこれにする。マックカップ。どうもありがとうございます。決定。ルコションドール。でもいい旅だったね、本当に。うん、なんかさ、うん、なんていうの、神社、うん、いや、まず私が一番行きたかった、うん、出雲大社。うん、出雲大社。私がさ、中学生の頃から行きたかった場所にさ、行けるってすごくない？
出雲大社行って開運スイーツ食べてなんか運気上がった気しない？わかる。あのはっなんか気持ち変わったよね。変わった変わった。蕎麦美味しかったね。びっくり仰天の美味しさ。昨日食べたお蕎麦、なんだっけ、三段蕎麦、出雲のさ、お蕎麦があんなに美味しいなんて知らなかったし、知れてよかったって思ったよね。知れてよかった。もうそれが美味しすぎたから、もう今日もその出雲の蕎麦食べたいってなって行ったんだよね。行った行った行った。今日のお昼のお蕎麦もすっごい美味しかったよね。羽屋さんね。羽屋さん、うん、美味しかったね。宿もさ、うん、今まであんまりグランピングっぽいとこ泊まったことないじゃん私たち。うん、そうだね。うん、バーベキューとか一緒にしたことなかったし、うん、そうだね、考えてみたらね、一緒に料理をするのに、そう、バーベキューって一緒にやったことなかったから、うん、なんか一緒にバーベキューできたのもなんかまた良かった。新鮮でしたね。うん、楽しかったな。いやー、楽しい旅行だったな。いい旅だったね。満足したね。次回楽しみだね、また。またこうやってさ、どんどん次回のハードルが上がってくんだよ、旅って。そうなの。でもまたいい旅したいね。しようしよう。ということで、島根県楽しまねでした。楽しまね。楽しまね。遊びに来たよ。すごい。イエーイ。ちょっと来たかったんです。